ある恋愛小説あるいは「恋愛は史上なり」芥川龍之介ある婦人雑誌社の面会室主筆でっぷり太った四十前後の紳士堀川康吉主筆の太っているだけに痩せた上にも痩せて見える三十前後の ちょっと一口には形容できない。がとにかく「紳士」と呼ぶのに躊躇することだけは事実である今度は一つうちの雑誌に小説を書いてはいただけないでしょうかどうもこの頃は読者も高級になっていますし在来の恋愛小説には満足しないようになっていますからもっと深い人間性に根ざした。 真面目な恋愛小説を書いていただきたいのです。それは書きますよ。実はこの頃婦人雑誌に書きたいと思っている小説があるのです。そうですか。それは結構です。もし書いていただければ大いに新聞に広告しますよ。堀川氏の筆になれる愛縁極まりなき恋愛小説とかなんとか広告しますよ。 極まりなき。しかし僕の小説は「恋愛は至上なり」というのですよすると恋愛の賛美ですねそれはいよいよ結構です栗ア川博士の近代恋愛論以来一般に青年男女の心は恋愛至上主義に傾いていますからもちろん近代的恋愛でしょうね さあ、それは疑問ですね。近代的会議とか、近代的盗賊とか、近代的白髪染めとか、そういうものは確かに存在するでしょう。しかし、どうも恋愛だけは、いざなに、いざなみの昔以来、あまり変わらないように思いますが、それは理論の上だけですよ。例えば、 三角関係などは近代的恋愛の一例ですからね少なくとも日本の現状ではああ三角関係ですかそれは僕の小説にも三角関係は出てくるのですざっと筋を離してみましょうかそうしていただければ好都合です女主人公は若い奥さんなのです 外交官の夫人なのです。もちろん、東京の山手の邸宅に住んでいるのですね。性のすらりとした、物腰の優しい。いつも髪は、一体読者の要求するのはどういう髪に言った女子人口ですか耳隠しでしょう。じゃあ、耳隠しにしましょう。いつも髪を耳隠しに言った。 色の白い目のさえざえしたちょっと唇に癖のあるまあ活動写真にすればクリシマスミコの役どころなのです夫の外交官も新時代の法学士ですから心配悲劇じみとはからずやじゃありません学生時代にはベースボールの選手だったその上道楽に小説くらいは見る色の浅黒い講談師なのです新婚の2人は 幸福に山の手の邸宅に暮らしている。一緒に音楽会へ出かけることもある。銀座通りを散歩することもある。もちろん震災前でしょうね。ええ、震災のずっと前です。一緒に音楽会へ出かけることもある。銀座通りを散歩することもある。あるいはまた西洋間の伝統のもとに無言の微笑ばかり交わすこともある。 女主人公はこの西洋馬を私たちの巣と名付けている。壁にはルノアールやセザンヌの複製などもかかっている。ピアノも黒い銅を光らせている。鉢植えのヤシも葉を垂らしている。というと多少気が利いていますが家賃は案外安いのですよ。そういう説明はいらないでしょう。 少なくとも小説の本文には。いや必要ですよ若い外交官の月給などは高の知れたものですからねじゃあ家族の息子に推しなさいもっとも家族ならば伯爵か爵ですねどういうものか公釈や公釈はあまり小説には出てこないようですそれは伯爵の息子でもかまいません とにかく西洋馬さえあればいいのです。その西洋馬か銀座通りか音楽界かを第一回にするのですから。しかし妙子は、これは女主人公の名前ですよ。音楽家の達夫と恋になった以後、次第にある不安を感じ出すのです。達夫は太古を愛している。そう女主人公は直覚するのですね。 のみならずこの不安は一日増しにだんだん高まるばかりなのです。達夫はどういう男なのですか達夫は音楽の天才です。ローランの書いたジャン・クリストフと、バッセルマンの書いたダニエル・ノートハフトを一丸にしたような天才です。が、まだ貧乏だったり何かするために誰にも認められていないのですがね。 これは僕の友人の音楽家をモデルにするつもりです。もっとも僕の友人は美なんですが、達夫は美なんじゃありません。顔は一見ゴリラに似た東北生まれの野蛮人なのです。しかし目だけは天才らしいひらめきを持っているのですよ。彼の目は一階の炭火のように普段の熱をはらんでいる。そういう目をしているのですよ。 天才はきっと受けましょう。しかし妙子は外交官の夫に不足のあるわけではないのです。いやむしろ前よりも熱烈に夫を愛しているのです。夫もまた太子を信じている。俺は言うまでもないことでしょう。そのために太子の苦しみは一層募るばかりなのです。 つまり私の近代的というのはそういう恋愛のことですよ。達夫はまた毎日伝統さえつけば必ず西洋前顔を出すのです。それも夫のいる時ならばまだしも苦労はないのですが妙子の一人留守をしている時にもやはり顔を出すのでしょう。妙子はやむを得ずそういう時にはピアノばかり弾かせるのです。もっとも夫のいる時でも 達夫は大抵ピアノの前へ座らないことはないのですが、そのうちに恋愛に陥るのですかいや、容易に陥らないのです。しかし、ある2月の晩、達夫は急にシューベルトのシルビアに寄する歌を弾き始めるのです。あの流れる炎のように情熱のこもった歌ですね。 太鼓は大きいヤシの葉のもとにじっと耳を傾けている。そのうちにだんだん達夫に対する彼女の愛を感じ始める。同時にまた目の前へ浮かび上がった金色の誘惑を感じ始める。もう五分、いやもう一分たちさえすれば、太鼓は達夫の絵画の中へ体を投げていたかもしれません。そこへ、ちょうどその曲の終わりかかったところへ、 幸い主人が帰ってくるのです。それからそれから一週間ばかりたった後妙子はとうとう苦しさに耐えかね自殺をしようと決心するのですがちょうど妊娠しているためにそれを断行する勇気がありませんそこで達男に愛されていることをすっかり夫に打ち明けるのですもっとも夫を苦しめないように 彼女も達夫を愛していることだけは告白せずにしまうのですが。それから決闘にでもなるのですかいや、ただ夫は達夫の来た時に冷ややかに訪問を謝絶するのです。達夫は木年と唇を噛んだままピアノばかり見つめている。妙子は戸の外に佇んだなり、じっと忍び泣きをこらえている。 その後、二月と経たないうちに、突然感銘を受けた夫は、品の半川の領事館へ赴任することになるのです。妙子も一緒に行くのですかもちろん一緒に行くのです。しかし、妙子は立つ前に達夫へ手紙をやるのです。あなたの心には同情する、が、私にはどうすることもできない。 お互いにうめだと諦めましょう「大体そういう意味ですかねそれ以来太子は今日までずっと達夫に会わないのですじゃあ小説はそれぎりですねいやもう少し残っているのです太子は繁華街へ行った後も時々達夫を思い出すのですねのみならずしまいには夫よりも 実は達夫を愛していたと考えるようになるのですね。いいですか太鼓を囲んでいるのは寂しい半顔の風景ですよ。あの唐の最高の詩に、聖戦歴々寛容樹放送生成大集と歌われたことのある風景ですよ。太鼓はとうとうもう一度、 1一年ばかりたったのちですが達雄へ手紙をやるのです「私はあなたを愛していた今でもあなたを愛しているどうか自ら欺いていた私をかわいそうに思ってください」そういう意味の手紙をやるのですその手紙を受け取った達雄は「早速市内出かけるのでしょう」 到底そんなことはできません。何しろ、達夫は飯を食うために、浅草のある活動写真館のピアノを弾いているのですから。それは少し殺風景ですね。殺風景でも仕方はありません。達夫はバスへのカフェのテーブルに、太古の手紙の封を切るのです。窓の外の空は雨になっている。達夫は放心したように、 じっと手紙を見つめているなんだかその行の間に太古の西洋魔が見えるような気がするピアノの蓋に伝統の映った私たちの巣が見えるような気がするちょっと物足りない気もしますがとにかく近来の傑作ですよぜひそれを書いてください実はもう少しあるのですがおや まだおしまいじゃないのですかええ、そのうちに達夫は笑い出すのです。と思うとまたいまいましそうに、ちくしょうなどと怒鳴り出すのです。ははあ、発狂したのですね。何バカバカしさにごを煮やしたのです。それはごを煮やすはずでしょう。元来達夫は妙子などを少しも愛したことはないのですから。 しかし、それじゃ。達夫はただ妙子の家へピアノを着たさに行ったのですよ。いわばピアノを愛しただけなのですよ。何しろ貧しい達夫にはピアノを買う金などないはずですからね。ですがね、堀川さん。しかし、活動写真館のピアノでも弾いていられた頃はまだしも、 達には幸福だったのです辰夫はこの間の震災以来巡査になっているのですよ。護憲運動のあった時などは善良なる東京市民のために袋叩きにされているのですよ。ただ山の手の巡回中まれにピアノの音でもするとその家の外に佇んだまま儚い幸福を夢見ているのですよ。 それじゃあ、せっかくの小説は。まあ、お聞きなさい。妙子はその間も、ハンカオの住まいに相変わらずタツを持っているのです。いや、ハンカオばかりじゃありません。外交官の夫の転任するたびに、上海だの、北京だの、天津だのへ、一時の住まいを移しながら、相変わらずタツを持っているのです。もちろん、もう震災の頃には、 大勢の子持ちになっているのですよ。えー、っと、年後に双子を産んだものですから、四人の子持ちになっているのですよ。おまけにまた夫はいつの間にか大酒飲みになっているのですよ。それでも豚のように太った妙子は、本当に彼女と愛し合ったものは達男だけだったと思っているのですね。 恋愛は実際至上なりですね。さもなければ到底太古のように幸福になれるはずはありません。少なくとも人生のぬかるみを憎まずにいることはできないでしょう。どうですこういう小説は。堀川さん、あなたは一体真面目なのですか ええ、もちろん真面目です。世間の恋愛小説をご覧なさい。女主人公はマリアでなければクレオパトラじゃありませんか。しかし、人生の女主人公は必ずしも定女じゃないと同時に必ずしもまた陰プでもないのです。もし人のいい読者のうちに一人でもああいう小説を真に受ける男女があってご覧なさい。もっとも、 恋愛の円満に成就した場合は別問題ですが、万一失恋でもした日には必ずバカバカしい自己犠牲をするか、さもなければもっとバカバカしい復讐的精神を発揮しますよ。しかもそれを当事者自身は何か英雄的行為のようにうぬぼれきってするのですからね。けれども私の恋愛小説には 少しもそういう悪影響を普及する傾向はありません。おまけに結末は女主人公の幸福を賛美しているのです。冗談でしょう。とにかくうちの雑誌には到底それは載せられません。そうですか。じゃどこか他へ載せてもらいます。広い世の中には一つくらい。 私の主張を入れてくれる婦人雑誌もあるはずですから安吉の予想の誤らなかった証拠はこの対話のここに載ったことである。